はい、皆さん、こんばんは。レクセン任講師の佐々木宏美と申します。本日はですね、えー、行政書士受験生向けの会社法特別講義ということで。えー、これもね、えー、今回で、えー 例年、ご好評いただいてましてで、あのーねえー、主要書士の講師があ会社法、ね、あのなかなかちょっと、ね、皆さん、ねあの、会社を捨てがちなあところではあるんですが特に今回私が担当いたします設立の分野なんですがで、あのー、タイトルのところにちょっと画面にも映しながらあ見ていきますと設立ってです、ねえー、行政書士の会社法の中でも一番よく出る分野なんですよね。 でえーまあ、あの私が言うまでもないと思うんですがとりあえず設立分野の過去の出題実績、えー、過去10年分載せておりまして、えー、もう特にここ5年、えー、設立毎年1問出ているというところなんですがで、えー、そこで、まあ、設立の分野の中でも例えばあ去年でいうと発、えー、起人等の責任が出ていてでさらにその前だと、まあ、ここは設立ミックスね、えー、全般的なところからあ,あとはあ2016年だと出資の履行でその前、設立全般。であ あと2014年が設立における出資だとかで,、えー、で平成25年2013年は出てないんですが、えー、その前も定款記載だとか創立総会だとか、まあ、比較的設立分野に関しては満遍なく出てるよとこういったところではあるんですね。 なので、まあ、あの特にやっぱりね、えー、実務ついてからでも行政書士実務ついてからでも、えー、設立の案件って例えばその定款作ったりとかね、えー、あの会社作るのに許認可申請だとかで何かしらで行政書士さんも関わっていくこと多いと思うんですよ。えー、そういった意味においてはやはり合格、えーね、後の実務考えてでも、えー、設立の分野ってのはまんべんなくしておく必要があるよというところではあります。 でもちろんこれ司法書士ででも設立ってよよく出るとこなんですよ司法書士はあ毎年設立はあの会社法で1問とあと商業登記でも1問、えー、出る分野で、えーまああのね、実務においてもやっぱよく扱うところっていうのは実務課登用試験としての、えー、司法書士でも行政書士でもよく出るんだねというところで、えー、ここはあがっつり対策立てていただきたいというところになります。 まあなのでさすがにねちょっとお気に入等の責任がまたあ今年もっていう可能性は高くはないとは思うんですが。 あただあの、ねえー、それ以外のところはしっかりやっておきましょうというところになってきます。でえー、あと私あの毎年こういっった講義やってますよと申し上げましたがあの過去の講義も全部 YouTube、えー、残ってますので、えー、なのであの特に、ねえー、2016年で1回ここで設立やってるんですよただあもう設立でよく出るというところであの、ね、2016年も設立分野またあ、ね、出てますしであとそれもまあ乗っかってますので。 あのー、なのでですねあのー、まあ YouTube なんか検索するんだったらさ書きタイトルのところで。 乗っかってますので今回、行う設立の話はここでほぼ扱ってないところを中心にがっつり目にやっていこうかなと思いますからこの2016年の YouTube の部分の講義とそして今回の講義とで比較的若干被るところはあるんですがただもう設立ほぼほぼマスターできるよというところになってますのでしっかりそこで稼いでいただきたいかなと思います。であとと過過過去去去のののの講講義義実実績でで言います施年 期間、えー、として取締役だとかあと株主総会決議とか取締役会決議辺りをお話ししている部分もあるんですがでここの時に私冒頭で去年設立やってごめんね出なかったねって言ってるけど、まあ、結局出てたんですねあのすいません私の,あの、ねえー、どこ見たのかあ設立出なかったと思ってへこんでたんですが、まあ、あの出てましたというところで、えー、そこで、まあ、あの2017年あのこの辺りの講義やってますよというところ。なのでちょっと、ね、内容的にいや実は取 取締役会決議だとか株主総会決議だとかっていまいちちょっと違いが整理できてないんだよねとかいう方はあそこ、まあ、1.5倍速ぐらいで聞いていただければ比較的簡単なレジュメになってますのでそこで見ておいてくださいあと、えー、結構ねあのー、あ,のー、あここですっきりしましたと言われたのが何たら委員会設置会社ね。えー、っていうのも、えー、これも同じようにレジュメ使って何たら委員会、まああのね、指名委員会と設置会社と監査等委員会設置会社ですよ。 で行政処置試験でもそこを正面からまる一問とか、えー、出てたことあると思うんですが、えー、そ何たら委員会もここでやってますよというところで、えー、そこは苦手な方はそこだけピックアップして、えー、見ていただければなと思います。あと、えー、2018年2018年去年は2回やったんですがあの、ね、取締役と会社の関係あと取締役の会社に対する責任ってことで、えー、このあたり例えばその任務受けたい責任とかね、えー、といったところあと利益相反とかね。 えー、そういった話を行っておりますのでご興味ある分野あ見て頂ければなと思いますあと今年で言うと、えー、私以外にも司法書士の講師、えー、森山運動が同じように会社法講義をいたしますので、えーねあのー、それもいずれ YouTube に載るかあで、えー、ありますから、あのー、ぜひですね、あのー、それほどね会社に時間、えーあのーまあ、自力でちょっと読んでいくよりはむしろ受け目で講義1.5倍速ぐらいで受けちゃった方が 効率い,いわという方はちょっとご自身の苦手分野あたりをピックアップして見ていくのもありなのかなと思います。ってことであの、ね、もちろんね行政書士の超直前期になってくると行政法だとかそのメイン科目あたりで取っていかなきゃいけないっていうとこではあると思うんですが、まあ、ただやっぱりねさすがに会社法を丸々捨てるわけにはいかないかなと本気で合格を目指すならばその辺り強弱として使ってみてください。ってことで中身ですねミニページからご覧ください。 で今回ね,、あのー、ね前回2016年に行いました設立の分野から特に内容的に改正部分もな,ないので2016年に YouTube にアップした講義も改正には引っかかってませんし、えーね、あ,のあと今回の内容も、えー、そのままあ、ね、あの前回と同様に使えるものでレジュメ的には多少かぶるところはあるんですが、えー、まず見てまいりましょう、えー、まず2ページのところをご覧いただきますと、えー、設立手続きの概略。これ前回の時に、ね、2016年の時時に年も同じ 実表を使ったんですが、まあ、これはこれから設立手続きをこういった流れでやっていきますよっていうところであの特にね会社法だとかの面倒くさい、えー、細かい知識っていうのはあのまず全体像をつかんでから今どこの話をやってるのかあの木を見て森を見ずとよく言うじゃないですかですからあまず森を見てからあーね細かい部分を詰めていきましょうというような感じなんですね。 ということで、えー、まず、えー、ここの図自体はあの前回も使ったものなんですがこの中であの花みたいなマークがついてるとこちょちょありますね。 上ののとここころに書いてありますがでこの鼻マークこれアスタリスクと言っていくんですが花マークがついているのは主に2016年の YouTube にアップされている講義の方で解説をしておりますので今回はあまずそこで主にしゃべってないところその辺りを中心に解説入れていこうかなと思います。ので なので例えばあ、ね、あのその2つ目、3つ目ブロックだとか設立時発行株式だとかあ設立発行株式の引き受けこの辺りがもうちょっと詳しく知りたいという方は、えー、そちらの YouTube の方をご覧くださいというところでただ今回、ねえー、定款だとかっていうのはしばらくもう正面から一問出てはいないところなので、えーまあ、ちょっと今回、えー、定款たりをがっつりやってみようかなと思います。 でまず、まあ、じゃあちょっとね、えー、木を見て森を見ずまずもあの、ねえー、森を見ていくよ全体、映像を見ていきましょうということでまず、設立手続きとしては発起人が定款をまず作りますとじゃあ発起人って何ですかっていうと設立の企画者これ発起人ですねまあ言い出しっぺですよ。 ね、例えば A と B が「おっしゃ会社作ろうぜ」と「えー、どうする?と」と、えーね「ちょっとねカフェや,やってみたいんだよ」と「えー、じゃあカフェやるか」ということで「カフェ会社作って儲けようぜ」ってことになって「ねえー、俺なんかねすっげえなんかねパンケーキのメニュー、えー、俺のレシピ持ってやろうぜ」と「A と B で会社作って儲けようパンケーキ屋さんやろう」と。 ねえー、ということで、えー、その場合、言い出しっぺ。で、ある A と B が、よっしゃ、会社作ろう。で、定款を作ります。定款というのは、その会社にとってのルールブック。まあ、その会社の憲法みたいなもんですね。その会社にとって一,一番大事なことから、えー、定款に書きましょうと。言い出しっぺが定款作るんですよ。で、えー、その上で、えー、まず、株式会社を作るからには、これからこの話いっぱい出てくるんですが、株式会社って基本的には、えー 多くの大規模事業をやっていきましょうとこれからどんどん大きくしていきましょうということも含めて会社大規模事業をやっていくならば出来上がった途端におかしな会社だとその後軌道修正なかなかしにくいんですよね設立当初から財産的にも内容的にもまずいような会社が出来上がった後に健全化されていく可能性というのは高くはないんです えつまり、えーね、社会に与える影響だとかを考えると設立当初の健全性、えー、これを考えるとまず対処定款作ったら交渉人のチェックを受けましょうと交渉役場に行って交渉人のチェックを受けましょうという流れになってきます。で、えー、もう一番最初に作った定款がおかしなものだとさっき言ったようにその後軌道修正なかなか難しいんですよね。 えー、というところから、えー、まず、えー、一番最初に定款作ってでその交渉人の認証を受けましょう。 ね、その上で設立に関する初手続きを進めていきます、えー、それがまず設立時発行株式に関する事項の決定とありますがこれ、えーまあ、あの主には、ね、解説はあの以前からやった講義をご覧いただきたいんですが例えば一、ねえー、株いくらにするかとか、ねえーね、あのどの程度出しましょうかとかいうことも含めて例えば一株5000円なのか一株 1, 円1万円なのかはたまた一株5万円なのかで随分違ってきますよね。 えー、どういったことから決めましょう。でさらに3つ目「発起人による設立時発行株式の引き受け」とありますがこの「発起人の話」えー「発起人も言い出しっぺでしょ」ね、言い出しっぺだけれども俺は一切出資しないよということだと無責任な会社設立になりかねないんですよ。よって、えーねえー、言い出しっぺで会社の設立を企画するならばあ、ね、絶対あなた出資はしてくださいねと。 そうすると自分が出資をするっていう前提だと責任持った設立手続きこれが期待できるでしょっていうところからあ言い出しっぺである以上絶対に一株以上は引き受けてくださいということで発、えー、発起人による設立発行株式の引き受け、えー、となります。ただこの2つ目の手続き3つ目の手続きこれをもう最初の段階で全部ガチャンと決まってるんだったら最初の定価に書き込んじゃっても構わないんです。 でえー、定款に書いてはいけない事柄っていうのは、えー、基本、まあ、法令違反だとか公助良俗違反以外は定款には基本何でも書いていいんですね。となると最初の段階でうちの会社の設立時の発行株式は1株1万円にしますよとか発、ねえー、起人の ABCABC、ね、が発起人ならば A の引き受け分は300です B は500ですとか C は700ですとかっていうものも全部最初のあ定款に書いちゃって構わないんですね。 だけれども、えー、最初の定款に書いちゃうと、えー、書かなきゃいけないってことになってしまうと発起人の引き受け分がどれだけ出せるかが決まってなければまず一発目の定款作るファーストステップから一向に前に進めないってことになりかねないのでまあ場合によっては例えば1株いくらにするかも市場動向だとかを見ながら進めていきたいっていう人もいるんですよ。 となると、まず最初のワーストステップの定款を作るときには、そのあたりはまだちょっと検討中ですから、最低限の事柄だけ書いて、とりあえず交渉人の認証をもらっておきますと。で、その後のち決めますよと。例えば、A さんがお前いくら出せる、B さんお前いくら出せるって言っても、例えば A も、今ね、手持ち200万なんだけど、もしかしたら親からお金もらえるかもしれないんだよね、となったら親からお金もらえたら、300、400出せるかな、と。 いう状況の時に親からいくらもらえるか親から贈与をどんだけ受けられるかが決まってない段階で補給人の引き受け分が決められないでしょとなるとまずどういう会社を作るのかとか、えー、最初の会社の骨組みだけは先に決められるようにしておきましょうねと、えー、でそして2つ目3つ目のブロックに関してはおいおい状況を見て、えーね、決めていけばいいですというところだ このような流れで設立手続きが進んでいくんですがじゃあその上で、えー、今度「点々の」「これ点々」ってですね、えー、絶対あるとは限らないという項目なんですが「えー、変態設立事項」というものなんですが今日これ「変態設立事項」やっていきますが「変態設立事項」というのはあ会社出来上がった後の会社の設立当初の会社の財産的健全性を揺るがすような恐れ。 のある行為を変対設立事項と言っていくんですよ。 えー、このような変態設立事項というようなものがあるならばそこについては設立当初の会社の財産的健全性を害する恐れが高いので、えー、まずそのための手続きを踏みましょうそのための手続きとしては検査役の調査とありますがこれは裁判所が検査役、えー、選んでくれまして裁判所からチェックマンがやってくるんですよ。えー、チェックマンがやってきてててき価価価格評評だととかとかかかかかししまませせんん不正の いうチェックマンがやってきますそのチェックマン評価を受ければ設立後の設立当初の会社の財産的健全性を揺るがすような状況にはなり,かなりにくいというところですね。でその上でじゃあ発起人による出資の履行ということで、えーもうあのね、例えば現金の出資であれば、えー、ちゃんとその分、えーねえー、例えば銀行口座に入れてくださいとかもしくは土地とか車であれば引き渡しをしてくださいとか。 現物の場合でであれば引き渡しも済ませてくださいいねという意味でじゃあその中でですよ発起人たちが出資の利口を済ませませしたでここから2つに分かれます設立手続きというのはねえ言い出しっぺである発起人のみが初代株主ですよというのが発起設立いやいや発起人 ABC 以外にも、えー、それだけじゃちょっとね資金不足になるから第三者からも出資を募りましょうというのが募集設立なんです なのでこれパッと見見ていただくと第三者からも出資を募るってなると、えー、まあ設立までの道のりがまだまだ長いよねと諸手続き続くよねとでも、発起人のみが初代株主になるケースだともう後あとは取締役等の調査を経てもう登記で会社設立ですという流れに進めますからですから比較的あの、発起設立の方がスピーディーな設立。 えー、というところには適してますね、えー、実際実務においてもほとんどが発起設立です あの第三者からも出資を募りたいと例えば A さん B さん C さんの、えー、資金だけでは心もとないよねと例えば ABC 合わせて、えー、じゃあね出資、えー、合計800万としましょうか、えー、合計が800万でスタートする会社ですと、えー、でも800万じゃなかなかね、えー、ちょっと初期の運転資金としてはきついかねという場合じゃあ第三者からお金出すだろうかという出資者が現れましたそういった場合でも一旦会社作っちゃって。 その後、作った後で、募集株式の発行だとか、いう形で、第三者から出資を受けることもできるので、ですから、設立手続きまでは、とりあえず、とりあえず、陶器で会社作っちゃって、作った後第三者から出資を募る方が、少なくとも会社作るまでは早いでしょ。という意味で、実際に実務においても、発起設立の方が多いんですよと。 第三者から出資を募る場合でも、ええー、とりあえず作ってから、ええー、募集株式の発行で株主になってもらうことはできるので。そういうとこです。ただ、いやいや、もう設立当初の株主になるなら、お前らに出資してやるぞという人もいるでしょうから。 とというこで、えー、設立当初の初代株主を目指すという出資者がいるならば募集設立でやりましょうということになるんですがその場合は今,ですよ、ね、今度右側見てください、えー、募集設立の場合だとじゃあ,あね 発起人による設立時募集株式に関する事項の決定ということで、えー、もうあのね、募集するならば、えー、具体的に例えば、いつまでに申し込んでもらえればいいのか、いつまでに払い込んでもらえればいいのかとかっていう状況を決めます。えー、募集をかけるならば募集内容を決めなさいよってことなんですよ。何株なのかとかね、そういったことも含めて。 でそして例えばねじゃあ、えー、発起人たちがあ、ね、我々で合計500株引き受けることにしようでそして他にも500株募集かけようと、えー、自分たちが500株、えー、そして第三者から寿司を募って500株合計1000株でスタートしたいかなと思った時に意外に人気があって。 結構ね、えー、設,の設立のプランがあ結構魅力的で「えー、この会社は成長間違いなしだね」とか言ってくれる出資者の人たちが現れたならば500株の募集に対して場合によっては800株とか1,000株の申し込みがあるかもしれないじゃないですか。となるとそれは全部には応じられませんから、ねえー、その場合、えー、じゃあその中から誰にしようかなって割り当てをしていくとか。 いう流れになってきます、えー、申し込み割り当てという手続きを踏んでって割り当てを受けたものが設立当初の株主になれる立場として引き受け人という書になるんですよそうするとあとは引き受け人が約束の期日にお金を払うという格好になります約束の期日にお金を払ったならばもう設立時の初代株主になれる立場ではあるんだけれども最後にやらなきゃいけないのはお金払ってくれた時点で 設立時の初代株主がここで全員決まるんですよまず発起人と申し込んでお金を払ってくれた人がこれ設立時株主と、えー、つまり初代株主ね、えー、となりますじゃあその人たちが集まって設立前の株主総会である創立総会を開きましょうと。で株式会社が設立されたら。 株主という株主、株主たるたちは株主が株式を株、えー、保有するのが株主。株主で集まって行う会議が株主総会でしょ。役員たちを選んでいくのは、えー、株主総会です。でも、まだ会社が出来上がっていないので株主ではないんですよ。よって株主総会とは言えないので、設立前の株主総会みたいなもの、これを創立総会と言います。 でそこで、創立総会で、えー、何をするのかというと今まで発起人たた。ちが設立手続ききをやってきましたそれらを、えー、自分たち以外にも出資者がおりますからその人たちに設立手続きをこれこれこうやってきましたということを説明する場を設けてそして、なおかつ、えー、設立時取締役の選任というのが会社の役員、えー、会社が出来上がったら動かす人が取締役ね。 会社の取締役は出資者である株主が決めるべき事柄なんですよ。となるとこれ出資者は発起人以外からも第三者からも出資を募っているので出資者である初代株主みんなで決めましょうということで立立総会決議で設立時取締役等を選びましょうとそして選ばれた設立時取締役等があ、ね、そこでですよ 設立経過の調査とありますがこれは設立時取締役等がこのあと出来上がった後の会社を動かしていくのは取締役ですからとなると今まで発起人たちが作ってきた会社です会社が出来上がったら取締役にバトンタッチするんですよ。ななななららばばバトンタッチをするならば今まで発起人たたちがが作ってきき設立手続きに不不正はいいか不備がないか備ということをチェックすると。 出来上がった後おかしな状態の会社だとこれから動かしていく取締役たちが困るわけですよね。よってあなたたちは責任を持って調査しなさいというところです。でその上で、えーねあのー、最後設立登記によって会社が出来上がりますよという流れになってきます。でなので場合によってはね途中で話ポシャっちゃって設立手続き頓挫するってこともなくはないです結構あります。 あの、発起人たちで、発起設立でやっていく中でも、話が仲間割れ、えー、話が分裂して、ABC で会社作って儲けようぜみたいに言ったけれども、えー、最初に ABC で発起人で、えー、定款作ったんですよ。で、その後、途中でなんか話が揉めに燃えて、えー、途中で揉めに揉めて、ね、あのー、どうするんだもうこんな会社はめちまえってなったならば、登記まで至らなかったら、結局会社不成立ってことになってしまいます。そこまでにかかった費用は、発起人たちで負担しなさいと。 ね、他にも、えー、例えば募集設立で創立総会開きました創立総会で発起人たちの設立手続き話を聞いてみたら全然そんんんなななこ会社なんてねえじゃんと例えばあ株主募集の広告だとととかを見るる結構いいこと書いこ書てあるんですよ、えー、定款とか見てもあ結構大事なこれ大丈夫そうだなと思って出資をしてみたけれどもいざ創立総会行ってみて話を聞いてみたり質問してみたらもう中身ぐちゃぐちゃだと。 こんな会社辞めちまえということになると、場合によっては創立総会で設立辞めちまえってこともあるんですね。なると結局、登記に至ってないので会社不成立ということもあああなくはないです。まあ、登記によって会社が出来上がりますという流れです。ということで、では、えー、今日はまず定款と変態設立事項、このあたりをメインでご説明していきますというところで、えー、じゃあ今度3ページご覧ください。 で3ページのところで、えー、この定款ね,ね、あのー、まず、えー、定款を作る、そして交渉人の認証を受けるというところなんですがで、えー、定款作成認証として、発起人が作成しますで、そしてその全員が署名、または記名を印で、データで作った場合には、えー、電子的記録の場合には電子署名をしてくださいということでつまり、責任の所在を明確にしたいんですよね。 よって言い出しっぺとかアイデアを出した人でも発起人として定款に名を連ねていなければその人は法律上は発起人としては扱われないという取り扱いになります。でも逆に言い出しっぺでアイデアを出した一応ね定款にサインしてって言われたからサインしたんだけど実際私動いてませんという人でも名前を書いた以上は責任を負ってちょうだいと。 先ほど言った途中でもう会社が不成立になりましたかかった費用は誰負担ってなると、えー、結局定款に名前が書いてある人が最終責任を負ってちょうだいということでもあるんですでそしてその上で先ほど言った定款は交渉人の認証を受けなければ効力を生じないということでまず、えー、一番最初に定款を作りますでそしてその作った定款に関して、えー、交渉人の認証を受けてください。 で、えー、となると、でですよでこの公証人の認証を受けなければ効力を生じない理由としては先ほど申し上げた通りね、えー、もう設立当初からおかしな会社が出来上がったら困るでしょっていう趣旨です。では、この公証人の認証を受けましたその後やっぱり内容変更したいですっていうのが許されますかって話なんですよ。 で括弧2番交渉人の認証を受けた定款のことを一番最初に作った定款ということで原始定管といいいう言い方をしていきます一番最初に作った定款を、えー、設立前に変更することができますかっていうと基本できないんですね。 だって、えー「交渉人の認証を受けましたその後でもいくらでも変え放題です」ってなるととりあえず交渉人の認証通りそうな定款作っといて後から内容ねずるい内容に書き換えるだとかそれまずいので認証を受けた意味がないでしょですから基本的には、えーね、あの基本変更できませんただあーね丸一番変態設立事項についての裁判所の変更決定があった場合このあやりますが変態設立事項、えー、まあ例えば、えー まあ財産的に会社が不利益を受ける、えー、設立後の会社が損をする可能性があるそういった行為に関しては裁判所のチェックを受けますよでここで、ね、裁判所からこれはまずいだろうとこういう判断が下ってしまいましたならばそこを変えますと裁判所から指摘を受けた事項を変えますっていうんだったらこの場合むしろ健全な方向に修正していくんでしょなら問題ないですと。 あと ② 番発行可能株式総数の定めを設けまた変更する場合とありますがこの発行可能株式総数に関しては、えー、このあ、えー、とです,、ねえー、すぐ、えー、次の4ページでやっていきますので発行可能株式総数って会社が発行できる数の上限が発行可能株式総数ですね、えー、上限数、えー、これに関してはあと、ねえー、から内容を定める、えー、または変更する。 うこれはあ、ね、定款のチェック受けた後でもいじれますと。ならこの2つの場合に限定されていますと。よって例えばね、えー、社名変えちゃいますとかね、えー、会社の社名を変えますとかもダメなんですよ、ね。どうしてもやりたいんだったら、えーねえー、あの変更してもう一回再認証のとこからやり直して。 でえー、じゃあその後募集設立に関しては常記、えー、1・2のほか創立総会の決議により定変更が可能つまり、総立総会決議を踏むんだったら、えー、議事録も取ってますしどういう経緯で変更したのかということもちゃんと記録に残っていますので総、えー、立総会決議で変更するんだったら問題なかろうというところではあるわけです。では これとちょっと比べていただきたいのが、2番の話は設立前の変更が許されますかって話ね。会社作った後はどうでしょう。3番。 会社設立後の定款変更でいうと、えー、会社設立後つまりもう設立登記が終わりました出来上がりました出来上がった後の定果変更に関してはこの場合原則として株主総会の特別決議という手続きは必要になります、えー、株主総会特別決決議議って結構ハードルの高い決議ですこれは必要になるけれどもただその度にいちいち交渉人に認証をもらいに行く必要はありません。 よって例えばね、えー、上の括弧2番の枠の中で「発起設立だと102の定款変更だったらあ原始定款交渉人の認証を受けた後で定款変更が可能」と言いましたこの102のケースだったら再再認認証証ははいいらなんんです交渉人の再認証はいりませんそして創立総会決議で定款変更した場合も改めて交渉人の再認証いらないんですね。 ねただそれ以外だったらもう一回一からやり直せって言いましたよね。括弧二番の枠内手続き以外で定款変更どうしてもやりたいんだったら一からやり直し。 でも3番、会社作ったあとだったら会社作ったあとだったらもう、ね、株主総会と、えー、と特別決議を原則減ればあとはいちいち交渉人のところに認証をもらいに行かずともよろしいというところでこれも株主総会特別決議という手続きを経て議事録も取ってますしどういう経緯で変更したかも分かっているでしょうというところでもありますあとは設立後の会社の内容変更の迅速性とかそういったことも考慮した上というところです。 あの定款の交渉人の認証ってですね一回5万円かかるんですよ5万円。えー、なので毎回毎回定款ちょびっといじるために5万円かかるのはちょっとね、えー、あの手続き的にも経費的にも、ね、ちょっとそれは現実的ではないよねというところもあったりするわけです。あとは続きまして今度括弧4番です。じゃこの定管に関して言うと 定冠、えー、記載事項として、4番ね、定管記載事項の種類として絶対的記載事項相対的記載事項任意的記載事項というものがありましてまあ絶対的っていうのはその名の通り「絶対書いてね」という項目なんですがそうするとこの「絶対書いてね」の項目が1個でも抜けてるともう全体として定款無効です、ねえー。抜けてる部分のみ無効ではなくて、えー、もう全体として定款の効力が認められません。 これはそもそも定款って言えませんという状況ね。でこれに対して相対的記載事項というものに関しては記載をしなくても定款自体の効力には影響がないつまり絶対的記載事項さえ盛り込まれていればまあ定款は有効です。しかし定款に記載しないと当該事項の効力が認められないものということでこれ会社法の規定で これらを定めるんだったら定款に書いてくださいとね、えー、勝手に定款に定めずにうちの会社ではこうしましょうだとかっていうことは許されないという項目は定めるなら定款にこれが相対的ですでちょこ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 会社法上、えー、定めるなら定款にとこういう項目ってあるんですよ。 で、なんでそんなこと言うのかっていうと、定めるなら定款にとしておけば、後から勝手に取締役だとかの簡単な役員レベルでちょこ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 内容改変できなくなるんですね。定款変更するためには株主総会特別決議が必要になりますから。で、えー、気楽に、えー、ちょびっとずつ変えたいだとかっていうことはできなくなっちゃうんですね。定款はその会社にとってのルールブックです。 そうすると株主出資者である株主が決めるべきなんです。内容を変えるときにも株主を通すべきなんです。定款に書いておけば、そこは株主さんたちに変えるか変えるかどうかを決めてもらいましょうって言えるでしょう。うよって原則として定款に書くということはそれだけ強い効力を持つようになるというところです。では、えー、もう一つ。 任意的再事項というものは、えー、定款外で定めても効力が認められるものとありますが、えー、これもね要は定款に書いておくことによってそこを内容をちょっといじるにしても株主総会特別決議が必要となりますから、えー、うちの会社にとってみると別に会社法上定款にかけとは言われてないけどこれについてはちょっと大事にしたいからあ、ね、例えば、えーね、事業年度だとかあ株主総会の議長は誰がやるとかね ねいろんな事柄を定款に書いておきたいって言うんだったら、どうぞご自由にと。法令定漢工場領あ法令定款工場領俗に反するものじゃなければ、何決めてもいいですよ、というところです。 でこの3つ「絶対的相対的任意的」がありますがまず、えー、試験においてもね、あのーまあ、任意的はそうそう問われないとは思います。えーまあ、絶対的と相対的特にその中でも設立の絶対的記載事項絶対この項目外せませんよというものとして、えー、見ていきましょう今度5番です絶対的記載事項としてはもうこれだけなんですね。 ね、目的、えー、そして称号本店所在地設立に際して出資される財産の価格最低額発起人の氏名または名称住所これらをちょっとピックアップしてその下から見ていきましょう。でまず目的ね でこの目的っていうのはまあもちろんどういう事業を行う会社なのかということで、えー、例えばね、えー、飲食店の経営や不動産の売買仲介斡旋賃貸および管理のように明確に記載しなければならないというとこなんですがで別にこの目的の個数、えー、何個までって決まってはいないんですよ。 ね、実際ね、皆さんご存知のような、あのね、あの、まあ、上場企業で名だたるような、幅広くビジネスやってるような会社だとかだと、えー、別に30個、40個ずらずらって書いてある会社もあるにはあります。けれどもですよ、これどうでしょう作った直後に30個ぐらい目的がずらーって並んでるってなんかうさんくと思いませんえー、なので、やっぱ会社の信用性にもかかってくるんですよ。なると、もちろんね、えー、その後、えーね、会社がどんどん成長してって、 ねえー、例えば最初は飲食店の経営でスタートした会社でもでその後、えー、結構ね、えーあのーまあ儲かってきたもんだからなんならねその後飲食店経営だけじゃなくて例えばあー、ねあのー、ケーキショップを作ったりだとか、ねえー、そうするとまたそれを定款付け加えていけばいいわけでしょ。ね、あの定款変更は株主総会特別決議が必要ですが、えー、そもそも株主総会って絶対年に1回開かなきゃいけないので。 ね、そうすると、事業が大きくなっていくごとに、定款変更していけばいいわけで、えー、ね、設立当初から、まあ、あね、あの、その定款に書いた業務は絶対常時やってくださいねっていうルールはないんですが、絶対常時やってくださいねというルールはないけれども、ただ、最初から30個、40個の会社っていうのはとってね、えー、これで、あのー、 ね、出来上がったばっかりの、ね、例えば資本金例えば100万ぐらいの会社で30億四十億40ぐらい乗ってるとなんかどうも怪しいなと、えーね、募集設立で出資してくれって言っても、えー、なかなか出資者募るのは難しいでしょうね,ね会社の信頼にも関わってくるやつですよでしかも、えー、それも登記もされますからどういう事業をやってる会社なのかで実際その事業やってないと何かおかしいなとか思うじゃないですか。 というところにもなるわけですただ少なくともどういう事業をやっていく会社なのかそれが分からなければその会社も、うんね、なかなかあね代謝者から見て分かりにくいとでまず定款に書きなさいそして、えー、会社あ今度ね、えー、丸二番「称号」ですいわゆる社名ね次のページで、えー「称号」っていう会社の名称ですよ そうすると、えー、この会社の名称に関して言うと、株式会社の文字を用いなければならないということなんですが。例えば、あのー、じゃ、そうですね。東京リーガルマインド、ね、えー、これレックの社名です。あのー、レックって実はつかないんですよ。えー、あのー、レック東京リーガルマインドとか言うけども、レックの社名自体は、えー、東京リーガルマインドです。で、えー、ただ、株式会社東京リーガルマインド。あれ、マイ株だったっけな、十株だったっけ。 まあ,いいやあの、まあ、株式会社も称号の一部なんですよですから「東京リーガルマインド」だけが社名じゃなくて、えー、株式会社東京リーガルマインドおで,、えーなのでえー、株式会社も社も名の一部ですですから例えばじゃ私が、えー、佐々木庄司を作ろうと思ったねね佐々木庄司で行きますと、えー、株式会社ってちょっとダサいからつけたくないと言っても絶対つけないとダメなんですね えーなので、えー、まあこの株式会社も書号の一部ですよ。でえー、ならば株式会社という社名が入っていればその会社があ株式会社だな、えー、つまり持ち分会社だとかの合名合資じゃないんだなとかいうことも分かります会社の種類が分かるじゃないですか。というところにもなるわけです。でさらに続きまして「でえー、○3 番本店の所在地」。 本店の所在地に関して言うと会社の主たる営業所の所在場所も含む最独立最小の行政区画、まあ、市町村東京都だと特別区23区、ね、のことですということなんですがその後具体的所在場所は必ずしも定価に記載しなくてよいで所在地と所在場所ってどういう違いなのかというと枠の中ご覧いただきますと所在地は豊島区で止めちゃって OK なんです。 ねええー、所在場所というともう要は具体的住所ですよ。ね、ええー、東京都豊島区南池袋1丁目225の11これあの池袋レックの住所ですあの今ここの住所ね、えー。そうすると所在場所まで言うと、まあ、いわゆるその番号まで含めてで、ね、少なくとも定款には所在地まで書いてくれれば OK ですと。ちなみに登記は所在場所まで入れるんですよ。 けれどもここの、ね、考え方として、えーまあ、会社の同一性というのはあ、ね、その本店つまり住所と社名たる称号で例えば、えー、じゃそうですね、えー、株式会社東京商事って多分東京にいくつかあるでしょうね。えー、もしくは、えー、例えば株式会社令和とかいくつかあるでしょうね。 だけれども、えー、まあ住所と社名で同一性を判断していくでなるともしかしたら例えば池袋に何、まあ、な,なら池袋商事って2つか3つぐらいあるかもしれませんそうすると、えー、ね豊島区の池袋商事といってももしかしたらいくつか会社があるかもしれませんで、えー、そうすると所在場所まで登記には載せてほしいんですどこに存在する会社なのか。だけれどもも少なくとも定管には 「所在地」で止めちゃって構いません。というのがここの定款の絶対的再事項というのは原始定管に盛り込まななきゃいけないけ項目ででもあるんですよそうすると例えば設立当初の言い出しっぺ発起人たちが定款作るときに「池袋によっしゃ会社作ろうぜ」と「ねどうすると社名はどうする?」って言ったら「ABC3 人で作るからよっしゃよっしゃ ABC 商事だ」と。 社社名もも決決まったた池袋に会社を作ることも決めたそこで場所をどこにするか、まあね、これからテナント探しますという時に具体的所在場所まで決められなければ所在場所まで定款に書いてくれなければ原始定款そもそも交渉人のところに持っていけませんよということでそこはそもそもいつから借りるのかこのあと書手続きを踏んでいくともうちょっとギリギリで構わないということもあるでしょ。 場所が決まらないと原始定款作れないってなると設立手続きがそそもそも前に進まないでしょうでもありますしもっと言うと作った後のことも考えて例えば池袋えーねえー、じゃあ池袋の、ね、南池袋の1丁目に会社作りました2丁目に引っ越す時でも定款変更が必要ですとなるとちょっといちいちその度ごとに株主総会開くのめんどくさいでしょう。 1>, そうう1丁目から2丁目の引っ越しぐらいだったらもう池袋の中で一緒あの、えー、と豊島区の中で一緒だったらもう一時定款変更しなくていいじゃないですか。なので、えー、そういったことも考えるとあの、ま、定款には、えー、所在地まで書いてくれればいいですとただ先ほども言ったように定款に書いてはいけないこと法令定、まあ公条例とか公条領俗に反しない限りは OK なので、えー、別に全部書いてもいいんですよ。 後々めんどくさくさななるかもしれないけ何丁目何番何号まで書いちゃうとちょっと隣のビルにお引越ししますという分定款変更必要になりますね。まあ、なので、えーね、その後々のことを考えると豊島区で止めておいた方が楽だけどねと「いやうちはもうねもう場所もここって決まってます」と言うんだったらその後丸四番。 え今度「設立に際して出資される財産の価格またはその最低額」とありますがこれ何なのかっていうと設立に際して出資される財産の価格例えば発起設立でやるのか募集設立でやるのかも考えて例えば発起人さんたちが ABC 発起人3人です。ABC で話し合ってお前いくら出せるとどうするとでえとりあえずお互いに最低200は出せるよねと。 でももしかしたらあかから例えばあ、ね、親からお金が借りられればとかもしくは親からお金もらえればとかあもしくは奥さんに掛け合ってみたらもっとたくさん出してくれるかもみたいな、えー、ことででもせめて最低額はこんだけですと、ねえー。ってことで設立に際し出資される財産の価格または最低額っていうのはバシッと金額決まってるんだったら決めて書いてくれては構わないんですよ。 設立に採取される財産額はもう ABC でここは固まってますと1,000万ですっていうんだったらもうそこで1,000万ってズバって書いちゃって構いませんがちょっと1,000万って言い切っちゃうのは怖いよねといった場合には最低額として600万って書いちゃっても構わないと。でつまり、えー、ここが決まらなければ具体的な財産額をバシッと決めない限りはそもそも交渉人のところにすら行けないという状況だと話が前に進めないんですよね。 よって、えーね、その状況を含めて、えー、未確定なこともありますよということもっと言うと米印、ねえー、原子定款作成時に設立時発行株式だとか、えー、資本金の額が未決定のこともあるというのがこれね最低額の話にも含めてなんですよ例えばじゃあさっき出てきた募集設立で行うことにしました。 募集設立を行うことにして発起人 ABC は200万200万200万出せますとで募集でやろうと思いますで1株1万円で、えー、例えばじゃあそうですね、えー、合計、あのーね、1000株でスタートしたいんですと1株1万円で発起人たちが600株引き受けで残り400をほかから出資募りますと400株の募集募ってみたけれども場合によっては全然人気がない誰からも申し込みがないと。 ね、もしくは、ねあのねえー、申し込みはあったけど、えー、例えば300株で目標の400に届きませんでしたってこともなくもないんですよね。となると、ねえー、設立当初の出資額ってバシッて決められないんですよ事実上、えーねえー。そうするとスタートできないんだと原始転下にそこバシッて書いちゃうとなかなか厳しいですね。 よってまず最低額でもとりあえず前に進めるようにしておいたとというところですあと先ほど言ったように例えば資本金の額だとかも一株いくらなのかねあとはもう募集設立なんかだとその出資の状況によっても随分違ってくるわけですからまあ最低額でスタートできますというふうにしました。 まあこの辺りね、えー、まあかなり具体的な内容なので例えばあの、ね、定款の絶対的記載事項としては括弧4番タイトルねもう具体的財産の価格、えーね、財産の価格またはその最低額金額表記で構わないんですよ。よって例えば何株発行しますかとか資本金いくらにしますかは別に原資定款に書く必要はありません。 この辺りも最低額だけ書いておけば、えー、かなり具体的な内容なのでギリギリまで待って決めたいとこれが市場動向だとかを見て判断したいってこともあるわけですよ。そしてまた募集の状況によっってても変わってくるでしょうあとねえまあなので、えー、この辺りの、えーね、定款認証後でも決められることにしましたということで。 で、ええ、あのね、下記丸六も同種子とありますが、下記丸六ってのはこの後点々の下の。発行可能株式総数って話はこの後ご説明していきますでしょ。で、さらに、じゃ、丸五番。 でえー、発起人の氏名また名称住所ということで先ほど申しました発起人は会社の設立の企画者言い出し一平いざとなったら設立手続きがポシャった時には責任取ってもらわなきゃいけない人という意味で定款原始定款に、えー、氏名住所法人であれば、うんねえー、どうの法人なのか、えー、社名とその、ね、本店所在地、まあ、本店所在場所ね。 ええ要は氏名住所、えー、住所ですよ。ええー、これ書いてくださいということです。で発起人の同一性を確認できるものであることをあることを要するってありますが、あこの人のことだねってわかるように氏名住所書いてち頂戴と。まあなので事実上これ発起人まあ定款認証を受けるときにあのー、ねここに、えー、印鑑証明とかも持っていくので、例えばあのー、そうですね、えー、芸名だとか。 何、ね、とかデラックスとかね名前とかで「えー、あの発起人の名前書いていいですか?」って言うと、うん「ちょっとそれは厳しいねと」というような格好にはなるでしょうね。ういというとことですじゃあ次点々の「丸6以下なんですがこの丸6以下は原始定款には書かなくてもいいけれどもねえ 会社設立するならば絶対に定款にはこの項目は載せなきゃいけないんですつまり設立登記までには決めてよねという項目ですそこでいいですか、えー、この「発行可能株式総数、えー」というのがこの「可能」という、えー、文言ね「発行可能株式総数」発行できる上限数 株式会社が発行することができる株式の総数、えー、つまり発行できる上限数なんですがこの場合ですよ、えー、原子定款作成時に定めることを要しないが、えー、原子定款に定めなかった場合には株式会社が成立するまでに株式会社が成立するまでってことはあ登記申請までには決めておかないとまずいよねということで、えー、下記手続きで定める。 じゃあ発起設立だったら発起人全員の同意そして募集設立だったら創立総会で初代株主が集まるでしょねえそこで決めましょうよっていうことなんですよ。ねえしたがって、えー、発行可能株式総数も制定管の絶対的記載事項つまり原始定款の絶対的記載事項ではないけれども会社設立するならば 定管の絶対的事項つまり会社が出来上がった時には、うん、項目の、ね、定款の中には発行可能株式総数っていう項目がないとそもそも,とも,とも,そ,もそ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 も通りません設立統計は通りません発行できる数の上限ですででなんでこれ原始定款に書いてなくても構わないのかって話なんですがでそれがねえー、っとですね先ほどの「 何株発行するのかの数が決まらなければ何株発行できますよっていう上限決められないんですよ例えばねじゃあ何株発行できますよっていう上限を1000株に設定しました で、そこでですよ、原子定価にバシッと1000株が上限ですって書いたのに、募集設立でやってみて、意外に人気があるから、おい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 なんかね、えー、募集してみたら、合計1500になっちゃった。ダメでしょ。上限が1000なのに、発行済み数が1500ってもう超過でしょ。そもそも、えー、超過発行ってもうダメなんですね、えー。これ会社設立後に超過発行やっちゃうとこれ犯罪なんですよ。そのぐらいレベルでダメなやつなんですね。 なると、えー、もうそもそも発行済み数が決まらなければ上限数も決められないですしもっと言うとここでねその下で、えー、黒丸のところでですね設立時発行株式の総数つまり発行株式の総数っていうのは、えー、発行しますというね、えー、初代発行済み数、えー、会社設立直後の現在何株発行してますかの数。 これが発行済み数ねで、えー、そこで発行の株式総数は設立しようとする株式会社が公開会社の場合においては公開会社の説明次のページやっていきます。公開会社の、えー、場合においては発行可能株式総数の4分の1を下回ることができない。何が言いたいかっていうと。 もちろんね,、えー、ね、上限数をオーバーする発行は許されない。これは当然の前提として、少なすぎてもダメだよっていうのがこの話なんですよ。そこでですよ、えー、4分の1を下回ることができない。えー、じゃあ、エグザンプル。発行可能株式ソースが、 1,000株の公開会社を設立しようとする場合少なすぎてはダメですよ4分の1以上は発行してよねってことになりますから設立の段階で少なくとも250の発行が必要なわけですよね。1,000株を上限とするならばあ、ね、結果200株でスタートしますは NG なんですよ。 よって1,000株を上限とするならばあ、ね、発行済み数設立当初のスタートの株式数は250以上にしてちょうだい250から1,000の中で発行済み数初代の株式数は決めてくれと。となると設立当初の初代株式数が何株かによって上限数ってやっぱ変わってくるんですよね。 もうそもそも超えてはならないのも当然ですししかも公開会社の場合だと、えー、最初に勢いよく、えー、一0株ってドドンとぶち上げたけれども結果やっぱ200しか発行できませんでしたじゃあもうそもそも設立登記詰めないわけでしょよってこの発行可能株式総数っていう上限数に関しては原子定款には書かなくていいけれども。 ねえー、ある程度手続きが進んで発行済み数が決まるのが発起設立の場合だともうお初代株主は発起人だけですから発起人全員の同意で決めてくれそして創立創会を開いている時には、えー、初代の株式数決まってるでしょそこで決めてくれればいいからとそうすれば設立登記までには決められるよねというところです。 でちなみに、ね、原子定款にこの発行可能株式総数って定めなくてもいいんですが別に原子定款に書いちゃいけない項目って決まりはないんですよとなるともう最初の原子定款の段階で、ねえー、何株って決めちゃいましたけれども意外に人気があってやっぱもうちょっと枠を増やしたい、えー、この上限数を増やしたいといった場合にはあ、ね、上記手続き。 でえーまあ、例えば発起人全員の同意かもしくは立総,総会決議でで変更すすることも可能です最初に書いてなくても構わないけれども、えー、発行可能株式総数だったらあ変えられますでしかもこの定款に関して定款変更に関してはあ再認証はいらないですね。交渉にの再認証いいらない 前のページ、3ページでご覧いただいた、ね、えー、まあ上の3ページの括弧2番の話ね。原始定観に、をその後いじったら、最初の原始定観に書かなくてもいいのに書いてた。張り切って1000株って書いたけれども、えー、実はいやいやなんかね、募集かけてみても結局200株しか発行できませんでしたというんだったら、まあ下げても、例えば800にやっぱ減りま、減らしますとかね。いうこともできるわけですと。 では続きまして先ほどねこの公開会社だと4倍ルールーというものがありますよこの4倍ルールというのは設立当初に、えー、発行可能株式総数上限数はあ、ね、あの発行済みの枠の数はあ設立当初の発行の4倍までですよと。 ですからあ発行済み設立当初が200株だったら上限はあ、ね、800株逆に言うと1,000株と枠を定めるならば設立当初は絶対250以上でスタートしてくださいねって意味ですよね。ねこの4倍ルールがかかってくるのが先ほど公開会社と。 多いに言ったんですがじゃあそもそもちょっと公開会社の定義あのご存知の方も多いと思うんですが改めて確認しておきましょう5ページです。で5ページでまあそこに用語解説とありますが公開会社というものはあその発行する株式の全部発行する全部または一部の株式の内容として。 譲渡による、えー、当該株式会社の、えー、取得について当,当,、えー、当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社、まあ、こういうと何か分かったような分かってたものが分かんなくなっちゃったじゃんと思うかもしれませんが、えー、その下見ていきますよ。そそもそもね 株式会社の株式、株主たるちね、株式譲渡は自由なのが大原則なんですよ。ですから、えー、自分が持っている株を売りたいなとか、上げたいなと思ったら、えー、いちいち会社に売っていいですかとか聞かずとも、うん、例えば A が B に株式譲渡自由にできるのが大原則なんです。株式譲渡は大原則自由です。けれども、会社の種類によってはですよ、 まあ、あの、例えば、身内だけでやってるような、同族経営の会社だったりだとか、あもしくは、仲間内でやってるようなあ、ね、仲間で立ち上げた企業で、えー、まあ、あの、えー、仲間で起業した会社で。で、えー、そして、えー、よそ者入れたくないと。 ねえ今まではねあの結構ね自分たちの価値観だとかもうまくいってて、えー、ねあのうまく進んでたでも場合によっては仲間の一人があ、ね、お金欲しさに株式を売却したりなんかするとよそ者が入ってくるよそ者が入ってくると今までうまくいってたものがうまくいかなくなってくるなくはないんですよね。となると、えー、まず株式上と自由が大原則なんだけれどもよそ者に入ってきてほしくないんだったら。 譲渡するんだったら会社のオッケーが必要ですよとまあ逆もうちょっと言うと譲渡による取得よそ者が入ってくるんだったらあいつでいいかどうかを決めますよと。ということでねえー、いいですか、えー、株式の内容として譲渡による当該株式の取得について。 手放すことに関する会社の承認ではなくて、えー、譲渡による取得。A が B に譲渡するんだったら、B が株主としていってきますけど、いいですかの意味です。A が手放すことに対する承認だと、相手は誰でもいいってことになりますよね。そうじゃないんですよ。A が B に譲渡するんだったら、B が取得することについて B でいいですかということを会社に承認、手続きを取る。 でいやいやちょっとみーじゃダメだよって言うんだったらあ、ね、ごめんなさいと。でごめんなさいってなった時にはどうするかっていうとまたそれは株式のところの話なんですがあ場合によっては A さん何が何でも金が欲しいんだと手放したいんだって言うんだったら別の人紹介してもらうなり会社に買い取ってもらうなりという手続きが用意されています。少ななくととも譲渡を禁止すすることはでできないんですが 譲渡を禁止することはできないんだけれども、えー、よそ者に入ってきてほしくないっていうんだったら人物チェックをかけることができるとそれが譲渡制限株式というものなんですよそうすると譲渡制限かけてるってことは、えー、基本身内系ですよそ者入れたくないよそ者入れたくないオープンではないという意味ねオープンではないってことは非公開会社 じゃあその下パターンで見ていきましょう公開か否かの判断として例えばね、えー、丸一番パターンですうちの会社はすべての株式に譲渡制限かかってますということになりますと、えー、もうちょっとも開いてませんよねよって、えー、この会社は非公開会社非公開会社のことを別名公開会社でない株式会社とも言っていきますどっちも同じじです閉じてるんだから で、これに対して、丸2番。すべて譲渡制限規定がない株式。むしろ会社法の大原則は丸2なんですよ。譲渡自由が原則ですから。ってことは、あオープンでしょ。なんならフルオープンですよね。全部どれとってもオープンでしょ。いちいち AB 譲渡で B でいいですかっていうチェック、会社の承認手続きいらないんですよ。そうすると、オープンですから公開会社。ならば、丸3番どうでしょう。うちの会社は、 A 種類 B 種類がありまして A 種類には譲渡制限がかかってます B には譲渡制限かかってませんつまりこれ一部オープンと言えますよね B 種類でよければその会社の株主に会社のチェックなくして参入できるわけでしょう一部オープンと言えますならば一部でもオープンだったらもうこの会社公開会社です つまりもう一回上の用語を見てくださいその発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について会社の,会社の承認を要する旨の定価の定めを設けていない株式会社。つまり 丸3番で言うと A 種類には譲渡制限設けているけど B 種類には譲渡制限設けていません一部に譲渡制限設けていませんだったら一部オープンで公開会社だねと。ただあこの丸3番のタイプの会社だと、えー、少なくともうちの会社の株どれとっても同一ないよってわけではないんですよ。 例えば A 種類を取得したら A 種類だったら譲渡制限かかってるけど B 種類だったら譲渡制限かかってないですよねバリエーションがありますよという意味でバリエーションがある株式のことを種類株式発行会社と言っていくんですよバリエーション設けています種類株式発行会社少なくとも A 種類だったら自由に譲渡しにくいねと。 ね、B 種類だったら自由に譲渡できるよねと。例えば株式売りたいなと思ったら B の方が楽に売れるわけでしょ A だといちいち会社に承認取りに行かなきゃいけないと,ということになるわけです。じゃあ四番どうでしょう丸4番も A と B がありますがあ、ね、このねバリエーションとして A にも B にも譲渡制限がかかっててなおかつ A のところ普通株式 B のところ優先株式ってあるでしょこれは会社ってですねもう、まあ、けて上がった利益は株主さんたちに還元しましょうという意味でそれを剰余金の配当という言い方をします儲けて上がった利益を株主さんたちに配当として出しますよ配当がたくさんもらえる株式がこれ B なんですね A が配当が、A を基準に例えば1.5倍の配当が受けられますよとかね。剰余金配当についての普通優先。B は A に対して優先するの意味です。そうすると、少なくともこの会社、A 種類取っても B 種類取っても、どっちも譲渡制限ついてるでしょ。となると、これ全部閉じちゃってますよね。ちょっともオープンじゃないでしょ。 よってこの会会社社は非公開会社ただどっちも譲渡制限ついてるけれども A 種種類類と B 種類ではそのの株式の内容違いますよねだってたくさん配当をもらえる B なのかいやいや普通なのかよって譲渡制限だけにスポットを当てるとどっちも譲渡不自由だけれどもただバリエーションあるよねっていう意味で種類株式発行会社という言い方をしていきます。 で戻りますよそうすると一部オープンでもあ、ね、ちょっともうその一部オープンでも自由に譲渡できる株式がある会社だったら4倍ルールがかかってくる。 一部ででも自由に譲渡できるならば4倍ルールーかかりますでこの辺りね何、えー、でなのかっていう説明をし始めると、まあ、長くなるんですが、まあ、ざっくり言うと、えー、会社作った後にその後会社が資金調達をしようというときに、まあ、公開会社だったら取締役会の決議で、えー、株式をどんどん発行できちゃうんですよ。 そうするとどんどん発行できるって言っても無制限にじゃんじゃかじゃんじゃか発行されちゃうと既存の株主さんたちの,権の影響力だとか持ち株比率が下が下ってくるでしょ。そうならないように上限を定めておいたその取締役会たちで発行できる上限数が4倍までと。公開会社だったら株式を発行する時には株主総会じゃなくて取締役会で発行を決められるんですよ。 いちいち募集株式発行するときに株主総会とか開いてられないんですよね公開会社の場合。そうすると、えー、取締役会で発行できるようにしておくからだったら上限を4倍までにしておきますよという意味なんです。でもじゃあ逆に言うと非公開会社だったらこの4倍制限がないわけですよね非公開会社だったら極端な話を言うと開始さスタート時に全ての株式に譲渡制限ついてます。 スタート時に上限数が1000株です。初代株式は100株です。10倍になってますよね。ありなんですよ。公開会社の4倍がかかってないからです。ねえいいのかというとこなんですが、非公開会社の場合、株式を発行するとには募集株式発行するときには株主総会で決めるんですよ。 となると株主たちの知らないところでじゃんじゃかじゃんじゃか発行されて持ち株比率が下がっちゃうってことにならないんですね。ですから、えー、公開会社は募集株式の発行原則取締役会で決めるから4倍にしておきたかったという理屈です。では続きまして、えー、今度えー、とですね まあ、絶対的記載事項ですから。まあ試験対策としてここまでの話、えー、あのしっかり覚えてください。で、その後かっこ6番かっこ7番ですが、まあそれはそんなもんかな。でいいです、えー、一応相対的記載事項が先ほど出てきた。表のまあ、具体例みたいなもんなんですが、かっこ6番ね。相対的記載事項といたしましてはまず。 え会社法の随所に規定されているが主なものには以下のようなものがあるって別にこれに限りませんよ相当数数ありますえ定めるなら定款に書いてください例えばえ1番変態設置事項このあと次のページやっていきますでさらには2番発行する全部の株式の内容例えば全てに譲渡制限つけますよっていうんだったら定款に書かなきゃダメなんですよ ねえ定款には書きたくないんだけどうちの会社は自由に譲渡できないように市場株式をダメなんですね。とか三番「種類株式の内容」とか「発行可能種類株式総数」とありますが例えば上で言うとですよで、えー、上の点々の枠の中で「三番」のパターン見てください。 A には譲渡制限がついてます。B には譲渡制限ついてません。A 種類に譲渡制限つけますよってことは、この会社、種類株式発行会社ですよね。バリエーションがあるでしょ。ならば、種類をバリエーションを設けるならば、種類ごとの上限数も決めてちょうだいと。種類の内容と種類ごとの上限数も定めるなら定款に書いてくれと。なので、丸四番なんかも同様ですよね。 丸4番は全部に譲渡制限ついてます。さらに剰余、えー、金の配当まあ設けて上がった利益の分配配当に関して優先するものと普通のものがあるならばそのようなバリエーションを設けるならば定ロも定価に変えてくれと。 あと他にも ④ 番株主総会の定速数,数っていうのはそもそも会議開催に必要な最低の出席数のことこれを定速数と言っていくんですが、えー、そういったあ、ねえー、定速数に関する規定だとかまあ,あね条文に書いてある事柄をうちの会社オリジナルに修正書けるならばそれは定款に書いてください。 そして番、えー、役員の任期の伸長規定なんてありますが、えー、役員の任期、まあ、取締役なんかだとざっくり言うと原則2年なんですよ。だけれども、えーまあ、例えば非公開会社だったらそれを最長10年まで引っ張れるんですね定款に何も書いてなかったらざっくり言うと2年です。でも非公開会社さっき言った、えー、もう身内経営です。 ちょっともオープンじゃありませんという会社だと、えー、もうね役員2年に1回改選するの面倒くさいよねと同市名打ち系だから10年でいいんじゃないと。うんだったら、えー、定款に10年にするんだったら、えー、2年じゃなくて10年って書いておいてちょうだいよと何も書いてなかったら条文規定で2年になってしまうのでそこいじるんだったら税関に書いてよと。あと、えー、さらに。 あのマルル ○○6 番で取締役会の定則数等に関する規定とありますが取締役会にも決議に必要な最低の出席数とかあったりすするんですよ、えー、そういったものも条文規定から例えばちょっと厳しめに,示すし,厳し,めにしますよとかね、えー、するならばあそこは定款規定が必要ですと。 ということで、まあ,あの基本的に会社にあの定款何も書いてなかったらその定めはなし。でも会社法の規定を修正する等であれば基本的には定款記載事項となるものは多いです。全てじゃないですけどね。なのでまあこれいくつか挙げただけなので試験対策としては何が定款の相対的記載事項なのかまでは覚えなくてもいいかなと思います。過去の本試験見てても。ただから絶対的記載事項は覚えてください。 まあそんななももののあるのだなとただ分かってほしいのは6とと7の違いです相対的的任意的ここの違い分かってください。えー、任意的っていうのは強行規定や公女両属に反しない限りその内容を自由に定めることができるとつまり、えー、強行規定、えーまあ、あの絶対に守らなければならないルールってあるでしょ民法とかでもありましたよね。 であと、えー、まあ,あのそうですね、えー、その公女良俗公女良俗ってのは公の秩序善良な風俗に反しないかりまあそうすると、えー、これは別に書かなくてもいいんですが書くことによってその会社のルールブックに載せちゃったならば勝手にコロコロ変えられないという強い強制力を持たせることができるんですよね。 ことで例えば株主総会の招集時期や議長事業年度がこれにあたると意外にね事業年度って、あのー、よくね例えばあ平成何年度とか令和元年度はいつからとか、まあ、どうするかとかなんですが、まああのー、例えばですよじゃあよくあるのが3月下旬になると決算大セールとかやるじゃないですか。 であれはあ3月末決算で、えー、月4月1日スタートで3月末でうちの会社の事業年度ですじゃあ今年度の経営成績売上げをアップするために3月末に決算大セールで3月の売上げアップして、えーねあのね、今年度の経営成績黒字にしたいとかの時の事業年度4月スタートで3月末決算が多かったりしますでも事業年度って必ずしも4月スタート3月末決算,決算じゃなくて構わないですよね。 例えばよくありますよ、えーね、4月末決算ですとか9月末決算ですとかそうすると、えー、うちの会社はいつスタートなのかいつ終わるのかそれが事業年度ね、これ別に定款に書かなくてもいいんですよでも書いてある会社多いですでそうすると、えー、定款に書くことによって事業年度コロコロ変えられないとであと結構事業年度って、えー、いつ決算な会社なのなんて分かんなかったら定款見ればそこに書いてあるよねと。 ということもできるので,でこのように、まああのね、書かなくてもいいけれどもこれらの事項を定義案に定めるとただ後からそれを内容変更するためには、えー、厳格な手続きとしてそこに3ページの「カッコ3」ってありますが要は株主総会特別決議ですよ。作った後は株主総会特別決議だしなおかつもう最初の定会に書いちゃったならば設立前にいじれたいんだったら。 起あのねえー、例えば、発、えーあのー、起設立だったら、ねえー、例えば、延滞設立事項のものだとかあ発行可能株式ソース、えー、それだけは税関ーーに書きなさいよでしょそれ以外だったら1からやり直しでしょ。発起設立だと、えー、前のページ戻ってください3ページの括弧2番設立手続き途中で。 原始定管に認証を受けました、設立登記に至る前にやっぱここの内容を変えたいと思った時にコロコロ変えられますかっていうともう変えられなかったでしょですから、えー、別に定款にかかんでもよいこと書いちゃったでも設立登記前にこれやっぱ内容変えたいねってなったら、えー、まあ,あの残念ながら変更無理なのでどうしてもやりたいんだったらまた一からやり直しと,ちょっと面倒くさいけどねというところです。 募集設立だったら創立総会決議で変えられるんですがでただちなみに、えー、会社成立後も定款に1回書いちゃったら株主総会特別決議が必要となるよというところです、まあ、なので定款に書くことによって強い効力を持たせることができると、えー、そんなにコロコロ自由に変えられないという効力を持たせることができるというところですではさらに続きまして今度6ページいっていただくと。 番ねえー、番か定観の備え置きおよび閲覧とありますが定観作ったら先ほどね後から気になったら見ることができるよって言いましたどこに行けば見られるのか誰が見せてもらえるのか、えー、ということでこれも単純知識として知っておいてください。ね、いいですかまず設立前 だったたら、発起人が定めた場所、つまり「えー、発起人が定款作りますよ」で、えー、設立登記に至る前までは設立手続き取り行っていくのは発起人なんですよ。となると例えば設立事務所があってどこそこの事務所に置いてますよっていうんだったら「えー、そこにあります」と言っていけばいいしもしくは特に設立事務所とか借りてません ABC で会社作って儲けようぜってことになったけれども、まあ、別に設立手続きとかどっか部屋借りてるわけでもなく A さんの自宅に置いてありますっていうんだった A ささんの自宅に置いいいておいておくださいとじゃあ誰でも見られますかっていうとよよって、えー、閲覧等請求権者でいうと発起人と、まあ、例えば ABC で作りました発起人例えば B が A に対して見せてと言えますし A のところにあ,ったあるんだったら発起人 ABC だったらもちろん A は自分で見られるでしょう。 A、B も C も A に対してやっぱ見せてと言えますよねと当然でしょでさらに丸2番で、えーね、設立時募集株式の引き受け人これ募集設立の場合には引き受け人になったってことは、えー、この人たちは初代株主になれる立場なんですよ。となるとちょっと待って定款内容を確認したいと見せてくれと言えますよね関係者でしょ でじゃあ会社出来上がった後はどううでしょう設立後はこの場合は本店または支店に置いてくださいということで、えー、まああのね定款作ったらこの場合本店そして支店に置いてくれというところなんですがではねその後誰が見られるのかという点に関してでここでまず。 閲覧等請求権者といたしましてはあ会社出来上がった後はもは当然株主ですよね自分が出資した会社の定価を見せてくれそして、えー、さらにですよ、えー、じゃあ今度債権者債権者はもう言ってしまえば会社の取引先でしょ会社に対して債権を持ってる人ちょっと待ってあの会社どうなってんのとこういうことであれば、えー、定価を見せてくれと当然言えますし。 でさらにえー、そのあ、ねえー、まあ丸三番で親会社社員とありますが親会社社員というのは株主と思っていただいて結構です。親会社の株主が子会社の定款見せてくれと。親会社の株主が子会社の定款見せてくれとで。そういった場合には、えー、この場合はさすがにね自分とこの会社ではないので。 えー、親会社、子会社の関係があれど、えー、別会社でしょうとなると、えーまあ、この場合権利乱用にならないように、えーまあ、ここは裁判所の許可は必要ですただ親会社の株主が子会社の定価を見せてくれということはできますあのちなみにすみませんこれ本店またじゃなくておよびですね申し訳ない。 会社設置本店にも支店にも置いてくれです、まあ、少なくとも本店か支店に行けば株主さんたちは見せてくれと言えるんですねとただ見せてくれとしか言えないのかで言うとその下ですで、えー、請求内容まあ見せてくれは当然言えるんですが請求内容は以下の通りといたしまして下の枠見てください2つ目の枠のところをご覧いただくと1234ありますがざっくり言うと「見せてくれ」 えー、コピー紙でくれ、えー、なんですが例えば1番は書面で定款が作られてる場合、えー、定款が書面で作られてる場合にはあ会社の本店に行って見せてくれ紙で見られるでしょでもこれを紙で持って帰りたいという場合が、えー、この場合が2番なんですよ。コピーくれ ね、そして、三番は定款がデータで作られていますよというんだったらあ例えばあの、ねえー、あのタブレットでも何でもいいけれども画面上で見せてくれ。で、四番はじゃあこれをプリントアウトしてくれと。で、見,見るだけでいいんだったら一番、三番で OK だけれどもそれを紙で持ち帰りたいんだったら二番、四番ってことになります。そうすすするとと枠ののぐ上、えー、ただししころですただし 丸二丸四にかける請求するには発起人またはあ、ね、設立後は成立後は当該株式会社の定めた費用を支払わなければならないということで、まあ、要は、まあ、あの紙くれっていうんだったら手数料はあなた負担でねと。なかけちくさいと思うかもしれませんが、えー、これ何百人何千人何万人とかにもしかしたら対応しなきゃいけなくということになるといわばそ,のそれに人件費だってかかるわけでしょ事務手数料みたいなもんですよ。 でえー、定管の話はここままででじゃあ続きまして今度3番です「えー、今度変態設立事項」とありますがこれねちょっと設立手続きにおいて、えーまあ、会社の財産的基盤を揺るがすような設立手続きをするならば。 えー、それは定款にちゃんと書いておいてくださいねということでこの変態設立事項意義として丸 ①②③④ がありますがこれら1個ずつこの後説明していきます この1234をやるならば特に設立当初の財産的健全性を揺るがすリスク恐れがありますから、えー、定価にちゃんと書いてください。えー、見ていきましょう上記いずれも、えー、会社の財産的基礎が害される危険性が大きいので、えー、株主会社債権者の利益を保護するため、えー、特別の手続きが必要である。つまり 発起設立、募集設立、どちらでも、設立手続きは、発起人がやっていくんですよ。そうすると、えー、場合によっては、いい加減な設立手続きで、まあばあね、例えばね、発起人たちが、あね、会社作って儲けようぜ、儲、えー、けて、そして、作った後はもう俺ら知らねえと。ね出来上がった後に、なんだこの会社と。うん、いい加減な設立手続きで、特に、 先ほどから、設立当初からおかしな状態の会社は、出来上がった後、なかなかそこを健全化していくのは難しいと話をしましたね。で、特に財産的基盤がおかしな状態だと、えー、作った当初からもう財産的基盤、も赤字な会社あ、そもそもこれまずいんですよね。よって、えーまああのねえー、まず財産的基盤、えー、これをがっちりさせた上じゃないと、 会社っって作っちゃダメなんですもしもそのような危険が生じる行為をするならばまず定款に書きなさい定款に書くってことは、ね、しかもそこで責、えー、責任任のの所在、えー、発起人たち問問題にも問えるわけでしょでしかも、えー、財産の不当評価だとかがなされないように裁判所からチェックマンを呼んでチェックマンのチェックを受けましょうという格好なんですでちょっとこれらを見ていきます。 よって、えー、上記の、えー、特に何かね,、えーあのねえー、不健全なことが、まあ、歴史的にも過去にもあったんですよ、えー、そういったことに、えー、会社設立が悪用されないためにももしそういったことをするならば定款に書いてそして原則として裁判所の選任する検査役の調査を受けることが要求されていると,ということでそこでまず1つ目現物出資です。 で現物出資に関してはこれねあのちらっとあの2016年の講義の中でも、まあ、一応ちょびっとはご説明してるんですが現物出資。で、まあ、簡単に言うと金銭以外の財産これ括弧事業も含むとありますがそれをもってする出資のことなんですよ。出資です。つまり例えばじゃあ A, B, C で会社作って儲けようぜってことになりました。ね A, B, C の出資財産は、大原則的には現金なんですね。ねただ、例えば、A さんは現金で出すよ。B さんも現金で出すよ。それぞれ200万ずつ出し合って会社作ろうってことになった。C さんは、俺、現金持ってないけど、でも、全然使ってない車だったら、あ,あるからと。 ね、その車がです、ね、あの600万ぐらいの価値のある車だよと例えば1台300万の車、ね、会社作ったあと例えばじゃあデリバリーとかの会社を作るんだったら車いるよねと配達用の車いるからじゃあ俺1台300万の車それ2台あるからその車を2台出資するから現金に変えてこれを600万相当の出資と扱ってくれないかとまあでもどっちみち車買わなきゃいけないんだからあそれでいいよと。 会社出来上がった後どっちみち車買わなきゃいけないんだったらお前の車だったらそれを出資財産に当てちゃって構わないともしもそれをやってですよ実際引き渡された車が新車だったら300の価値はあるけれどもこれも走行距離いつのやつっておンボろな車で実際のところもう100万200万100万ぐらいの価値しかないってなるとどうでしょう A さん B さんはちゃんと現金で出資して例えば1株1万円で200万200株取得しました C さんは「俺600万の財産出すぜ」って言って「俺600万600持ち株す」と言ってるけれどもですよ実際出資財産って、えー、いいとこ1台100万ぐらいだったら200万の価値しかないのに600万円の出資として扱われているのはこれ財産的な基盤まずくないですか600万の出資あり、えー、となってるんですよ。 でも実際、会社の保有資産としては車2台で600万どころか2台で200万でしょ。これまずいでしょ。よって、えーね、あのこのような現物で出資をするならば財産の不当評価が行われやすいということで、えー、この場合、会社設立時においてはまず発起人にの認められますよ。 えー、つまり募集設立の第三者はだめですと引き受け人はだめですとで目的財産の過大評価によって会社の財産的基礎が害される危険があるためというとこです。ねえちなみにですね会社成立後。 に募集株式の発行だとかを行うときには、えー、会社作った後だったら、むしろ資金調達の迅速性とかやりやすさあを考えると、えー、会社成立後は別に既存の株主に限るとかいう制限はないんですよ。ただめんどくさい手続きはあるんですよ。めんどくさい手続きはあるけれども、出資者の限定はないんですが、一定の手続きを踏めば誰でも構わないと。ただその手続きを踏んでることが前提です。 ただ、誰が出資するにしても、設立時は特に財産的番、そのようなあ、ねごま、財産をごまかして、たくさん株を取得しちゃおうとか、いうことが行われないように、たとえ発起人でもそういったリスクはなくはないです。となると、まずは定款に書きましょう。そして、裁判所の、えー、検査役のチェックマン、えー、チェック、チェックを受けましょう。まずそれが現物出資。さらに、かっこ3番。今度は、 えー、財産引き受けとありますがこの財産引き受けっていうのはあ会社の設立を条件として成立後の会社のために一定の事業用財産ね、かっこ事業も含むってありますが、えー、これを譲り受ける契約を言いますよと。で事業も含むってありますが例えばこういうようなケースです。 で会社作ってって儲けことになった。でえー、ちょっとねレストラン経営やってみたいねと、えー、レストラン飲食店いいねということになってじゃあ飲食店をするのにですよゼロから作るよりは例えばそこそこ有名なお店がありました店舗だとか内装あとお店のロゴとかねでそういったものも全部含めて財産的価値があるわけじゃないですか、えー、人気のメニューとかね。 ね、そういったものを全部ひっくるめて例えばもうそのレストラン経営もやめようかなと思っている人がいた、ね、もうね,もうねレストランもうね、ちょっと年だし店ともうと思ってんだよというならばですよ、えー、たったらそのレストラン事業をごっそり買いますと、ね、これから飲食店やろうと思ってるんですとレストラン事業を買いたいですということで、えー、これから会社作るんですと会社出来上がったら売ってもらえますかという約束を設立前にしておくんです。 本来だったら、そういった事業だとか、もしくは財産も含めてですよ。で、これから人を展開していくならば、会社作ってから開業準備をしなさいなんですよ。本来だったらね。 本社のだったら会社作ってから契約なり開業準備手続きを踏んでいくべきなんだけれどもでも例えばあ、ね、レストラン廃業したいなと思っている人がたまたまいましたとかもしくは例えばここに土地がいい土地がありますとどうしても会社作ったらここで店をやりたいと思うけれども会社作ってからじゃないと買えませんよってやっちゃうともしかしたら他の人に変われちゃうかもしれないじゃないですか。 今だったら買い売っていいよと言ってるでも1ヶ月後にも,でも何人かが問い合わせ来てんだよねと言われると今買っておきたいと思いますよねそうすると会社出来上がる前だけれどもいわば停止条件付きの契約ですよ条件付きの契約で、えー、ね、えー、設立後の事業財産等を譲り受ける契約をするんですとで例えば今言った事業も含めて例として店舗用の用地の購入とかね レストラン事業もあなたが店やめるんだったら、えー、そこを全部ひっくるめて買い取りますからとで人気メニューも教えてくださいねと、えー、そのロゴも買い取りますよとかいうことで、えー、事業をごっそり買い取りますとこういった場合会社としても事業のための財産を確保する必要があるためじゃあここで問題となるのが、えー、会社出来上がってから本来準備はするべきだけれども事前に買っときたいという要望もあるわけですよニーズもあります。 ならば、ここで問題なのは、財産の不当評価がなされると、設立当初の会社の財産的基盤を揺るがす。さっきの現物趣旨と同じでしょよって、それが本当にその価値を持っているかどうか、定款に書いて、裁判所のチェックマンのチェックを受けましょうと。 例えば土地を購入します土地を購入するのにじゃあこのね駅前のこの土地でこの立地で何人か引き合いあるんだよとだったら会社で会社作るのとじゃあ出来上がったらじゃあこの土地を1,000万で売ってあげるとでも実際のところは結構いろいろ口車に乗せられて実際のところはね600万ぐらいの価値しかなかったってなるとですよ で会社成立を停止条件として契約しましたで会社が出来上がったら会社はその土地の所有権を取得するけれども1000万の代金債務を負うんでしょ実質600万の土地を取得したけど1000万の債務を負うってことは設立当初からあ赤字の会社でしょまずいじゃないですかとなると 現物出資が財産の不当評価で会社が損をするリスクがあるならば財産引き受けだって同様でしょう事前にそのような契約を結んじゃうっていうことはまあどっちも設立前からそんなやらんでもいい開業準備行為まで走るんだったらまあこれは検査役のチェックを受けましょうと。 ですでは発起人の受ける報酬そして特別の、えー、利益とありますがここで報酬とか特別の利益に関していいですか報酬というのは発起人のまあ、要は働いた分の給料相当額ですよ。 発起人だって、えー、まあさすがにね、ちょっとただ働だらけじゃかわいそうだよねと。えー、結構めんどくさい設立手続きだったりなんかすると、例えば募集設立だったりなんかすると、えー、結構な事務手間。えー、まあなんならね、数か月間、その会社設立に向けてかかりきりですとか。で、場合によっては、あね、えー、ね、あの、さまざまな手続き、えー、ね、あのー、ね、い、え、ろ、ー、んなところに話聞きに行ったりとか、ね、えー、ね、あのー、やっていくわけでしょ。そうすると、 まあ、あのいろんな勉強もしなきゃいけないもう会社設立にかかりっきりですとなると給料相当額ぐらいは設立のために奔走してくれたんだから、えー、それに見合う給料分は出来上ががっった後の会社が給料相当額払ったてあと特別の利益で言いますと、えー、会社設立の企画者として成し遂げた功労に対して与えられる特別の財産的利益と。 まあ、設立手続きの企画者として、まあ、いわばちょっと特別ボーナス的なものなんですよ。ねえ、そうするとですよ。ねあのー、この場合、ね、え、まあ、発起人のお手盛りを防ぐためとありますが、このお手盛りって何なのかというと、例えばね、発起人たちは私たちこんだけ大変だったんですと。ねえ、えー、私たちこんだけこんなこといろいろやったんですと。えー、例えば、場合によってはね、半年間ぐらいかかりましたと。 ということで半年分の給料として、うん、私の給料1つ100万ですと600万払ってくださいとか、えーね、あの A さんは600万ですと B さんは私のこのアイデアでこんな素晴らしい会社が出来上がりましたから特別ボーナスとして1000万いただけますかと出来上がった後の会社に対して請求するったって本本当に本当にそんだけの働きしましまたとというとこですよねお手盛りって自分で定款に書いちゃえば会社成立後に会社に請求できるってなるともう自分でも載せ放題でしょという意味がお手盛りです。 書いたら請求できるってなっちゃうと本当にそれに見合う働きをしましたかチェックマンのチェックを受けましょう結構シビアですね、えー、ってなると、えー、あなたの働きそんだけじゃないですとあなたの働きもういいとこに十万そこそこですと言うんだったら、えーね、1000万って書いちゃったらあ、ね、あボリすぎだったねということになるわけですお手盛りを防ぎたいとですから、えー、ね働いた分だけ請求できないわけじゃないんですよ請求するんだったら定款に書いてチェックマンのチェックを受けなさいと ねさらに括弧五番設立費用あともうちょっとです、えー、設立費用というのはまああのいろいろ経費かかるわけですよね括弧五括弧四番は報酬とか利益、えー、ね、えー、給料相当分だとかボーナス的なもので、ね、これに対して、えー、まあかかった経費ですよねで、ね、かかった経費も当然これ発起人が自腹切るんじゃなくて、えー、もう会社が出来上がったならばかかった経費は、えー、会社に請求できたっていいでしょうと。 もちろんですから、発起人が立て替えておくんですが、え、ね、ただその立て替えておいた、かかった経費は成立後の会社に請求できますというところなんですが、そこで発起人が設立の会社のためにした、会社設立のために必要な行為から生じる費用を言います。で、原則として定款に定めた検査役の調査を経て、そして設立後の会社に請求できます。 ですからかかった経費も定款に書いておけばその分の請求できるんです。ただそれが本当にそんだけかかってるかどうか怪しいもんですよね、えー。そこをごまかしたりしないように、もうとにかくあの手この手で、えー、ね、えー、もうあのずるはしませんさせませんよという意味で、えー、定款に書いて検査役の調査を経てねそこをクリアしたならば成立後の会社に請求できます。例えば具体例で言いますと。 設立事務所の賃貸料まあちょっと設立手続きに数か月とかかかるとまあ拠点が必要だってことになると場合によっては数ヶ月で何と借りることもありますそうするとここの賃料ね。であの賃料だとかは、まあ、発起人が会社作るまで建て替え払いとかをしてたりするんですよそうするとその分は請求できますよと。他にも例えばね 弁護士や司法書士などに支払う報酬ということで、設立当初から弁護士からもこともなくはないんですがこの後やっていきますが、えー、もしくは、例えば設立登記って司法書士が必要。えそこにかかる費用だとか。ね、に関して、まあ、何が言いたいかというと。これらの金額って、定額ではないんですよね。ね、今司法書士も弁護士も報酬規定ってありませんから。 そうするとあそこの使用書士に頼んだらめっちゃ高かったこっちの使用書士めっちゃ安かったということもなくもないんですよ。あそこの弁護士さん高いねとなると、えーね、あのそこをごまかすことによって、えー、場合によっては不正な利益を売るうやつもいるんですよね。で金額が定額で決まってないものに関しては定款に書いてそれが妥当な金額かどうかのチェックを受けましょうと。ただ あの額がごまかしようがないもう決まってるものであれば例外として以下のものに関しては設立費用つまり経費でありながら定款規定なくして請求できますよっていうのが1から4いずれも,えもう額相場決まってるんです先ほど言ったように定款認証手数料5万だし。 ね、あの例えば、えー、金融機関等に支払う手数料とかも、まあ、金額決まってるんですよね、えー、そして、えー、丸三番、丸四番等もそもそもこれ、えー、もう金額決まっちゃってるんですねで、えー、設立登記の登録免許税、えー、会社設立,設立するのに当然税金かかります、えー、最低で15万なんですよ株式会社の設立でこれ、資本金の額に追って変わってくるんですが。 とするとこれ金額だってもうね登録免許税法という規定によって決まっています、えー、額ごまかしようがないでしょねなので、えー、まああの低額のものに関しては不正がなされやすいから定款に書いてチェックマンのチェックを受ければ請求できますねまとめ八ページです。 ではねこの変態設立事項を定めるならばですよまず今言った4つありますねえ発、ー、起人が受ける報酬だとか特別の利益、えー、そして設立費用のうち定額じゃないものねに関してはもう定款に書いてしかも要件2番裁判所が選任した検査役の調査を受けるこれをしなければなりませんじゃあこれに対して現物出資も財産引き受け これ前のページでありましたね。えー、ね、えー、現物出資も財産引き受けも、定款に記載記録は絶対必要なんです。ただ、検査役の調査がいりますかっていうと、えー、まず調査不要とできる例外がありまして、それが右下。下記1から3は検査役の調査不要。ということで、まず丸1番。少学財産の特例とありますが、この少学財産の特例っていうのは、 現物出資財産等の総額が500万以下。500万超えない場合です。つまり、えー、現物出資で例えば、さっきね、車2台で600万ってあったでしょ ?2 台で600万だったら、えー、500万超えてますから、検査役の調査必要なんですよ。だけれども、例えば車1台300万だけですと、言うんだったら、え額、ー、財産に当たりまして、まあ、つまり、 費用と時間を分けて検査役のチェックマン呼ぶほどですかっていうとまあそこはもういいんじゃないとあとはあいいとこ、えー、出資をした本人に不足額を払ってもらったりだとかで、えー、差額の補填はできるのでという意味ですただこれね現物出資と財産引き受け両方あるなら合計で500万以下。 ですから現物出資だけで400万財産引き受けで300万、えー、合計700ですから、えー、この消学財産の特例は使えません。総額ね、えー、星の総額という1個ずつじゃなくて総額で評価してください。あと2番。 今度市場価格ある有価証券の特例とありますがこれはね例えば現物出資財産なり財産引き受けがあ例えば他の会社の上場企業の株式ですと上場企業の株式だったりなんかするとまあ少なくとも株価でごまかしきかないでしょ。 ねえ、となると、例えばこれを、定款記載価格、ね、例えばね、佐々木商事という上場企業があったとしましょう。佐々木商事の上場企業の株価が1株1万円なんですよ。これを現物出資として、例えば、あね、あの、一株、まあ、あのね、現在の株価が1万円ですと。で、それを例えば700株現物出資するからと。そうすると、えー、ね、1株1万円で700株相当だから私の700万円分の出資に扱ってくださいと。いうふうにするならば、 じゃあそこでですよ。もし佐々木商事の株価が一株五千円ぐらいだったらどうでしょう。会社はもれなく損しますよね。一株の株価が五千円なのに一株一万円の価値ありますから、えー、ってなると、えー、これは会社が損をする。ならば、えー、この場合はあね市場価格、えー、これを超えないんだったら検査役の調査がいらないってなりますから。ですからそういうズルは許しません。 でも逆に言うと佐々木商事の株価が今現在例えば東京証券取引所の終わり値で1株1万円ですと1株1万の本当の株価があります市場価格でそれを1株8000円相当として現物出資しますというんだったら会社損しないでしょ1株8000円評価で現物出資をしますと、えー、でも実質価格は1株1万なんですよ 一株一万の株式を8000円評価で会社は取得できるので損はしないでしょ。だったら検査役の調査いらないと。そして、丸三番。 でえー、裁判所専任の検査薬って、えーまあ、そこまで検査薬の請求かけて、まあね、よこしてくださいって言ってから検査薬の費用だってこっち持ちなの会社持ちなので、えー、費用も時間もかかるぐらいだったらですよ例えば知り合いの弁護士さんに、えー、価格表明証,証明してもらいましょうというのが、えー、丸三番相当性表証明財産の特例ということで、えー、定款記載価格が相当であることについて弁護士等の証明を受けた。 まあですから、弁護士さんたちだって資格かけて、ね、価格調査してくれますよ。そこで弁護士さんも一緒になってずるして不当評価の証明書発行したならば、弁護士としての資格の懲戒問題になりますから。これ、弁護士とってありますが、えー、弁護士、会計士、税理士、えー、たちの証明ですね。これを受けた場合には、まあね、えーまああのねえー、専門家があ問題ないと言ってるんだから、まあ大丈夫でしょうと。 ですからこれらのどれか1個で構いませんですからトータル700万だけれども弁護士さんの証明があるならオッケーです検査役のチェックマンいりませんどれか1個あればあね検査役のチェックマンのねチェックは省略できるんですがただチェックマンのチェックを省略できるのは右側の星マークに関してですね よって左側の踏襲とか特別利益設立費用に関してはそこは回避の手立てはありませんと。ということで。 すいません。1時間半の予定がこんなに長くなってしまいました。申し訳ないです。えー、ってことで、皆さんあの設立ねえ。出題されたら、あのがっつり一問取っていただいてあのね、えー、あの、是非ですね、えー、民法改正前にあのさらっと合格していただいてその後大きく羽ばたいていっていただきたいかなと思います。それでは皆さん本試験頑張ってください。お疲れ様でした。